はい、どうもバスへの流星です。バスへの久保田です。はい、今日は何月何日？今日は2月25日ね。朝から撮影しております。はい、はい、朝一でね、こちらの来ましたね。もうみんなも多分待ちわびたと思います。まあ、前回ね、あのブラックとキャメルでね、あの提案してたレターズのウエスタンミッドカットサイドコアブーツ、こちらの方をね、もうパパッと取ってしまおうとね、いう感じで、多分すぐなくなっちゃうんですよ、これ。いや、そうですね、反応というか、もうその、なんでしょうね、リアクションもすごい多かったですよね、ルック出た時から。そう、アイボリーっていう、はい、まあ今回新色なんですよ。そう、で、まあ変わらずね、ブラックも出てて、店頭にももちろんブラックがございます。そう、ここら辺はやっぱね、レターズファン、あるいはやっぱこういううちがバスが提案するね、スタイリッシュなファッションにね、あの欠かせないアイテムとなってますので、まあ、細かいうんちくっていうのをね、まあ、細かいうんちく、そしてまあ合わせ方とか、そういうスタイリングのね、あのご紹介をね、ぜひもしていければなと思います。で、このバースデーチャンネルでですね、日々こうファッション、まあ、洋服紹介、スタイリング紹介ガンガンやってるのでですね、いろんなスタイリングを学んでいる方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではですね、じゃあブーツの方見ていきましょうか。はい。前回ですね、去年の秋冬からかよね。そうですね。あのこの形はミッドカットのデザインになっております。はい、今までね、ハイカット、ショートブーツ、そして今回ね、去年秋冬からの新型のミドルカット。そう、ちょうどいいっすよね。ショートだとやっぱショートよりもホールド感がしっかりあるんで、もう一番じゃない、そこが、うん、履きやすい。サイドはね、こんな感じでゴムになってるので、結構着脱がすごくしやすいような仕様になってます。うん、持ち手もあるんで、グッとも入ってしまえるような感じです。もう本当、梅がおっしゃったんですけど、もう本当ホールド感がやっぱとにかく強いです。うん、そう。で、裏はね、こういうちょっとこう品のいいレザーソールになっております。ちょっと明るめじゃない、気のせい、なんか明るく感じる、少し明るく感じるよね、俺が持ってるやつとかに比べたら。確かにですね。うん、まあ、ここ裏はですね、このまま履く人もいらっしゃれば、まあ、裏張りでハーフソールとキストとか貼る方もいらっしゃるので、ここはまあ好みでしていただければかなと思います。うん、そうね、結構ね、まあソールもしっかりなんだけど、アッパー、そしてこの色味とかがとにかくやっぱ今回はかっこいいっすね。まあ、そうですね、形とかはまあ前のシーズンからもあったんで、結構説明云々っていうのはやっぱ色じゃないですかね。そうね、今回はやっぱアイボリーっていう、もう本当ちょっとどっちかといったらこう、なんて言うんだろう、こう砂色っていうんかな、あサンドっぽい感じ。あ、そうですね、うん、確かにですね。のやっぱ抜け感がすごくポイントですね。うん、なんか割となんか、まあ、僕もすでにもう今履いちゃってるんですけど、合わせ方的に言ったら、逆に合わない色ないんじゃないかなっていう感じ。ああ、確かに黒のパンツでも、インディゴのパンツでも確かにどっちでも合いますもんね。全然合う、まあ、最高です。なんだ、白のパンツとか合わせたいですね。ああ、いいかもしれない、白いいかもしれないね、良さそうです。確かに、まあ、そういうスタイリングもですね、後で紹介するので、うん、ぜひ最後まで見てくださいよ。はい、はい、じゃあ続きましてちょっと説明していこうかな。うん、今回その、まあ、レターズが毎シーズン展開している、ウエスタンミッドカートブーツ、こちらはですね、あの作りは、グッドイヤーベルトって言われてる、あのイギリスの製法になっております。はい、なんで、あの、まあ、レザーソールでね、まあ、しっかりと履いていただくと、まあ、レザーはね、最初はツルツル滑っちゃうんですけど、どんどんやっぱそのグリップが削れて、グリップがとにかく強くなってくるので、結構あの安定感とホールド感が出てくるっていうのが、まあ良さでもあり、あとはやっぱそのレザーソールじゃないと、このあの見せれないこういう品の良さというか、そういうのもやっぱあるんですけど、やっぱどんどん使っていくとやっぱ削れていきますけど、あのオールソールの交換がグッドイヤーベルトはすごく簡単なので、あのもうほんと言っちゃえば、アッパーさえすごく大切にしていただければ、ずっと長年楽しんでいただけるっていうのが、このグッドイヤーベルトの魅力ですね。はい、あとレターズはですね、このグッドイヤーの中でも小刃のここっすね。あ、そう、その通り、これ大事だと思います。ここはぜひ、あのグッドイヤーベルトっていうのは、あの基本的に、あのどうしてもその作りの構成上、ここの、あの幅、いわゆる小刃って言われてるここのステッチの部分ですね、が結構広くなるんですけど、それを本当限界までそぎ落として、すごくフォルムが、あのスタイリッシュな、あので、見え方になっております。グッドイヤーでここまで小刃がないブーツってなかなかないですよね。そう、これはもう職人さん、まあ
フットザコーチャーに別注して、まあ、靴は作ってるんですけど、うん、もうその人たち職人のやっぱ技術の高さがこれはやっぱ伺えますよね。いやめちゃくちゃ高いよね、うん、そういやでなんかやっぱこのなんて言うんだろう、ウエスさんのハイカットのブーツをそのままミドルカットにしたようなこういうステッチのデザインだったりとかもものすごく特徴です、うん。実際履いた時はですもんね、あのロングのブーツ履いてるような見え方になりますもんね。あ、そう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 、うん、結局はこのミドルカットってその筒がね若干多分パンツと合わせた時って少しこのぐらいで被るんじゃないかな、うん、そうだから結構ハイカット履いてるような見え方にはなりますね、うん、もちろんロールアップとかしたらねこのミドルカットのミッドカットのねこの見え方っていうのがしっかり見えるような感じなんですけど、 そしてね今回は新色のアイボリー、そして、スウェードちょっとこうねこうキメの細かいすごくね質感のいいスウェードの素材になっております。そうスウェードは基本的にねあのケアはブラシなんですけど、うん、ガシガシブラッシングしてください。なんか最近ではさ、うん、そのジェイソンマークとかなんかスウェード全然洗っていいらしいけどね。おマジっすか。ジェイソンマークで。ジェイソンマーク強いっすね。俺一回やったことあるもんジェイソンマーク。でもちょっとカチカチになったもんな。ああ、そう。確かにスウェードを濡らし合いしちゃうとちょっとあれですもんね。そうだから、ね、あんまりおすすめじゃないんですけど、うん、一応なんかそういう、まあ、スニーカーとかに対応してるジェイソンマークっていうのがあるんですけど、うん、それはなんかこう泡立っててゴシゴシブラシで洗っていいみたいな感じではありますけど、うん、おすすめではないです。ヌバックみたいに硬くなりそうですね。そう確かに。それとはまあブラッシングでちょっと綺麗にしていった方がいいかもしれないです、うん、特にやっぱアイボリーはですね若干やっぱこう汚れとか気にされる方多いと思いますけど、うん、経年変化として楽しんでくださいそれは。うん。俺バチバチ汚したいんだけど。でもこの色だったらなんかあれじゃないですか、真っ白じゃない分汚れてもすなんか味になりそうな色じゃないですか。なんかかっこいい感じにただの汚いものにはなんないと、ヴィンテージっぽい風合いになってくれそうな、うん感じもありますね。それがやっぱいい気がすんな。期待度は高いですね。そう、まあ、こんな感じの説明で大丈夫かな。そうですね、ある程度はまあね、あのもし細かいこと俺多分ね前の動画の方が去年の秋冬に出した動画の方がね、うん、あのおそらくあの詳しく話してると思うんで概要欄ここに貼っときますので、ここに貼っとくんでぜひチェックしてみてください、はい、あの概要欄からさ URL で飛べるんでぜひそっちから見てみてください、うん、お願いします。じゃあそれではね早速あの着側の方を、うん、はい見ていきましょう。いや最高っすね。いいっすよね。この僕が履いてるのはスウェードタイプです。インディゴと合わせてます。白、まあ、アイボリーとインディゴ最高っすね、うん、色の合わせがいい。しかも特に俺が履いてるのフレアだからさ、めちゃくちゃ見え方がいいのよ。あのもう今は出てない伝説のフレアじゃないですか。そうなんです伝説のフレアになります。でこっちが黒っすね、はい、僕が履いてるのがブラックです。表側ですね、まあ、この見え方はもう皆さん馴染みの感じだと思います。この感じです、うん。たまたま今日僕もデューセさんもデニム履いてたんで、なんか色のなんか違いは分かりやすいですよね、うん、同じデニム履いてもホワイトと、あ、まあ、アイボディとブラックでコンボ違うっていうのが分かるんじゃないですか。そう、いい感じですね、うん、うわいいね。黒もやっぱいいよね。やっぱいいっすよね、うん、もう安定の黒っていう定番のこの感じもいいですし、大体やっぱあれじゃないですか、黒を持ってない人は多分黒になると思うんですよね。なんかファーストシューズ意外と黒買ってる人の方が多いんじゃないかな。いやだと思います、うん、でなんかあの大体その後に皆さん色物買いに来るんだよね。そうですよね、違う色が欲しいとか、まあ、あるある。そもそも黒、あ、ブラックとアイボリー革質も違うじゃないですか。そうね、まあ、スウェードと、まあ、こっち表側なんですけど、うん、なんで、まあ、こっち持ってる人は、まあ、2足目でこっち行ったりとか、そうねっていうことの場合の方がやっぱほとんどですもんね。確かに、うん、不思議だよね。まあこれもこれで、いや多分みんななんかやっぱ金額が割としっかりするんで、うん、多分最初の方って多分黒を買いがちなんだと思う。そうね、間違いない、まあより合わせやすいというかですね。そうね、スタイリングしやすい、間違いない方はやっぱでもそっちの方がでも最初はいいと思いますよね。まあまあまあ正しい買い方というか、うん、洋服というかそのアイテム自体の正しい買い方ではまああるのかなっていう、うん、なんかなんやかんや言ってやっぱブラックって最強なんですよ、うん、そうだから僕もやっぱその1週間を通して履いてる回数で言ったら黒の方が多いかもしれない、ね、まあ確かにですね、うん、梅は赤い、僕赤っすね、赤ばっか履いてます。赤もおかしいけど、まあ、かっこいいですよそれがまた。赤、あの、はい、あの、うん、赤ブーツはですね、あのヴィンセント・ギャロのバッファロー66見てもらえればあの履き方わかるんで、はい、ぜひ見てみてください。概要欄貼っときますね。すぐ貼るやん、すぐ貼るやん。これは貼れないっすね、これ貼れないっす。まあね、そういう、まあ、黒がね一番最初にファーストとして買われる方、うん、そしてセカンドで2回目の
で、うん、こうあの追加でね、まあ、そうですね、スタイリングで、まあ、抜け感を出したい、色物を買いたいっていう方が多分買ってる、まあ、印象の、まあ、レターズのブーツですが、うん、今回ね、まあ、そうやってその新型でね、アイボリーっていうカラーがね、まあ、出てるから、うん、そう割となんかこう、まあ、2足目買う方が圧倒的に多分多いんじゃないかな、うん、買われる方。でもじゃあファーストシューズはじゃあ黒の方がいいかって言ったら別に俺はそうは思わないよ。やっぱこっちの抜け感がだって言っちゃえば黒っていうのは割とやっぱレターズ毎シーズン で、ね、何かしらのデザインでまた作ってるから、うん、そういうちょっとこうねレアなカラー今回アイボリーを新作で作ってるからこそね逆にこっちを抑えて特に春先だし今からそうですね、うん、明るいちょっとこう華やかというかで彩りのあるようなね抜け感のあるアイテムの方が僕は揃えてもいいのかなっていう一応なんかこう黒を買う、あるいは色物を買うで、うん、俺は肯定否定両方持ってるからああでも確かにでも結局あれなんですよね先にこっちブラック買ってもこっち欲しくなるしアイボリー買っても結局ブラックも欲しくなるんですよねこうやってああようできてますよねいやすごいカラクリですよそうだからこそね、別になんかこうスタイリングとか持ち合わせてるパンツ、まあ、今回ね、うん、僕と梅はね、インディゴのデニムをね、うん、合わせてますけども、あのまあ、これをまあイメージとしてしてもらえれば、うん、ブラックのパンツとかも絶対に合うんで、うん、で、梅ちょっと、なんかせっかく黒だから白パン履いてみる。はい、ちょっといろいろ履き替えていこうと思うのでですね、ちょっと待っててください。スタイリングしていきますので。はい、お願いします。ちょっとパンツの色をね、履いてみました。はい。そしてブーツも買いました。ちょっと僕がもう無理を言ってですね、もう白を履かしてくれ、アイボリーを履かしてくれとお願いして白にしました。まあ、さっき白白の話してたしね。はい。すごくいいっすよね。この見え方やっぱ良くないっすか？うん。白パンに白。あり。これいいですよね。もう僕がしたかったのはもう本当春夏こういう合わせをしたかったんですよ。もうこのブーツが来たので僕の理想の合わせですね。下は。まあ、これに、まあ、今日はもう着てきたまんまの服でしちゃってるんですけど、まあ、やっぱりですね、まあ、全体的に白くした方がかっこいいと思いますこの感じ、うん、はいどうでしょうかいい感じはい、まあ、こんな感じですね、うん、白白はこんな感じですじゃあすいませんちょっとブラックいい、ね、ブラックじゃあちょっと僕のブラックをはい、はい、やっぱもう鉄板っすねこの黒黒のスタイリングはレターズといえばなんかこの感じですよねそうそう細身のパンツにブーツで、うん、もう全体的にブラックで引き締める感じですよねそう僕はもう全身ブラックで今回はねまあ撮ってますけど結構ねやっぱ引き締まった感じで見え方がやっぱかっこいいっていう人が多いよね、うん、ブラックブラックはそうやっぱ実際のところやっぱこうやってねあの裾が細いパンツでもなんかこう乗るからそこまでねなんかこうミドルカットしないよね、うん、見え方は確かにっすね、うん普通にハイカットの、ね、ブーツを履いてるような感じに仕上がっております、はい、じゃあどうですか皆さんは、まあ、アイボリーとブラック、まあ、どちらがお好きだったんですかね、はい、ぜひなんかあのどっちが好きとかコメント欄で言ってもらえると嬉しいです、うん、あとはね、まあ、サイズ感とかはね割となんか結構やっぱうちでもセブンがすごく売れるかな一番売れるよねセブンですね、うん、セブンって大体25.5 とか、まあ、6.5 ぐらいの人でも結構ジャストで履けるんじゃないかな、うん、なんかワイズにももちろんよると思うんですけど、うん、そう結構なんかこうブーツのサイジングって悩まれる方多いからですね、うん、ちなみに僕はねどっちも履けるんですけどよく買ってるのは8っすねあ確かにですねそうなんか身長もそこそこあるからその8を買って、うん、なんか8を買ったらね若干緩いよ、うん、だから俺あの100均で中敷き買って入れてるみたいな感じ、うん確かに僕セブンですね。8だとどうしてもちょっと大きくなるんで、うん、僕はセブンでバチッと履いてますね、うん、で僕が実寸で25.5ぐらいの間なんですよ、まあ、それぐらいの僕結構ちっちゃいんですよね、うん、でそれぐらいの人はもう絶対セブンの方がいいです確かに、はい、うんそのサイジングに関してはまたねなんかこうそういうちょっと、まあ、お悩みだったりとかそのなんかこう合わせ方とか、まあ、そういうのが気になる方はねぜひあのコメント欄そしてあるいは、まあ、DM とかで送ってもらってもいいですか、ね、そちらの方がいいかもしれない、うんうん、それでいきましょうかはいぜひぜひあのご質問どんどん募集しておりますので今後とも合わせチャンネルよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、よかったらチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします、はい、最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画で店頭でお会いしましょう。